それでは聞いてください。月と僕。もう行ってしまいたい、早く伝えた。少し帰りが遅い日は、夜空の中月を探す。綺麗な月に僕はため息、けれどたまに月を見ると涙にじむ。それはあの人と僕に似ているから、遠い遠い月を見て綺麗だとつぶやく僕と、見えても届かない遠いあの人。ああ今この時と心しまっておくことになっても、好きでただ好きでただそれだけ。月の光は優しく光り、涙ですか。夜の歌を真っ昼間に聞くという、はい、ありがとうございます。そうですね、野外ライブは私は、2回目なんですね。実は普段は本当に路上ライブ路上ライブで、あとライブ